Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction. And today I'm gonna watch Skip and Love episode 10. And in the last episode, summer break is over and they back to the school, but Sima feels not so well. And for the festival, they will be on a play, so that is something Sima really doesn't want to do. So yeah, before watching, make sure you guys hit subscribe with thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social media, link in the description below. And let's start it. Tsubame Nishi Kōkō no Bunkasai wa seidai desu. Jikkou in ga 1 nen o kakete junbi, bihin ka to uchiawase o kasane, hitode no taritei nai tokoro e otetsudai e ittari nado o isogashi desu. Nanode, sousou, enmoku wa ファミリーシンガーズ。何十年も前に出版されたある家族の物語。発売以降全世界で翻訳され、今も愛される不朽の名作です。それを元にしたオリジナル劇を上演することになりました。特にクラス演劇でミュージカルやるのにずっと憧れてて。みんなどうかな。いや、ないっしょ。さあさあ、時間ないよ。ミュージカルやってみたかったんだ。だろうけど、きっといい舞台になる。そんな気がしています。ちなみにお前は何やんの？まさかキャスト？流れ的に、なんか…なんだ、断れない空気だったん？いや、そこは自由に選べたんだけど…は？出ませんが、舞台美術とかやりますが。一緒にやろう、シマ！いや、俺、歌はちょっと…なんだよ、カラオケ別に下手じゃなかったじゃん。思い出作ろうぜ。はいはい、俺もやる。ナイス、須田ちゃん。そういえば俺って何でも引き受けて嫌がんないキャラで来てる。たかだか文化祭の出し物で堅くなに拒否ったら変に思われる。そうだな、やるか。そうだじゃん。気にしすぎ。うん、今考えたら普通に交わせることだったのにな。宗介さ、高校でちゃんと友達いんの？何？いるよ。そんなキャラとか気にして、やっぱいつかは無理が来るんじゃねえの？お前もしんどいだろうし。子役時代のことをつっつかれてもいろいろめんどくさいし、リリカにもこれ以上迷惑かけたくない。そういうのが秘密主義だってことで、ちゃんと友達ができないんだったら、どうかここに置いてください。私の一生の家です。自分を見つめ直すのです、ライラ。私には仕事がある。子供たちのことは頼むよ。果たしてライラはこの家に笑顔と歌を取り戻すことができるのか。ヨハン、大佐のメイエミリアと庭師ヨハンとの身分違いの恋の行方は。エミリアお嬢様。僕が見つけた小さなバラ、君はけなげに嵐を手つかんで。いい、すっごくいいよ二人とも。優勝の予感しかしないよ。なんかドキドキする。手当たっちゃってごめん。大丈夫。いいな、恋人役。女子の反発がなかった気がする。小春をよろしくお願いします。いや、誰も言わなかったけど絶対そう。わ、すごい。分かってんのかな。忙しそうだけど、うん、文化祭マジックってもんがあるんだからね。いやいや、私が心配する必要ないわ。手伝えることとかあったら言ってね。え、本当？じゃあさ、今尺がどうしてもはみ出しちゃってて、だ話し合おうってなったんだ、うん、岩倉さんからも意見もらえる？それが昨日投資でやってみた動画で、こっちが脚本なんだけど。結構大変な量。でも岩倉さん忙しいよね。難しいかな。大丈夫。明日朝か昼だったら打ち合わせもいけると思う。おお。でも昨日もパンフ持ち帰って内職してたからな、ちょっと眠い。あ、うわ、危な。大丈夫？おい、釘とか使ってるし気ぃつけて。マジで、ごめん。そうだよね、木材もやりくりして使ってて壊したら大変なのに。みつみちゃん疲れてんじゃない？ちょっと休んだら。大丈夫大丈夫、ありがとう。
いや、仕事もらいすぎじゃないかな。ちょっと他の人に振るとか。楽しくてやってるからいいんだ。頼りにされるの嬉しいし、こんな大きなイベントせっかくだから目いっぱいやってみたい。そっか。じゃ、練習頑張って。うん。お母さん、お母さん、見てた？見てたよ、ソウスケ。すっごく上手だったよ。頑張ったね。なんでこんなことを思い出すんだ。あ、すいません。She's late. ごめん、おはよう。おはよう、岩倉さん。話し合い、もうチャイム鳴るし終わるよ。どう、なんかいい案ある？それが、その…本当にごめん。らでも見返して。みつみ、お昼食べようよ。うん。あ、これいいかも。浅野さん。浅野さん、中庭じゃない？ちょっと行ってくるね。え、お昼は？ごめん、先に食べてて。なかったじゃん。岩倉さんね。ああ、岩倉さんいつも走ってんな。シマ。わかった、なんで思い出したのか。転びそうで傷つきそうで。できないなら最初から引き受けないでほしいんだよね。あ、それはね、ちょっと空回ってるよね、やる気が。まだ小さな子供みたいに。だからって会社に電話してくるなよ。あなたが出張だって嘘ついて、どうしてそんな開き直るの。もういい。どうしたの。大丈夫、ちょっと喧嘩しちゃっただけだよ。本当？本当。お母さん、僕ね、次のセリフまで全部覚えたんだよ。え、すごいじゃない、ソウスケ。ホタルは夜にしか見られないじゃん。だったら夜こっそり抜け出して、みんなであの川に行こうよ。お隣は内緒でさ、僕らだけで行くんだ。作戦は僕が考える。看護師さんの見回りは時間が決まってる。1時間に1回。その隙にナースステーションの前を抜ける。外に。庭師ヨハンは覚悟も自覚もないまま、最後罪悪感に押しつぶされて一家に背を向けて走り去る。本当、ぴったりの役をもらったな。てかさ、本当間に合うのかな。ねえ、もう結構時間ないよね、冷静に考えると。どれがいい？そして羽振りがいいのだ。好きなものを選ぶがよい。え、急に殿。もう10月とは思えないね。うん、島くん、さっきすれ違った。ということはやっぱり浅野さんたちの話聞こえてて心配して引き返してきてくれたのかな。なんて気のつく。あ、ごめん、ぼーっとしてた。そうだ、素敵ではないでしょう、ヨハンは。あ、うっ、好きですけど。え、何？泣かせてる。落ち着いた？うん。島くん、劇出るの嫌だったよね。うん。都合よく解釈しようとしてたっていうか、ごめんね。いやいや、それははっきりしなかった俺が全部悪いやつじゃん。いや、なんかそれだけじゃなくって、さっき中庭で言われてたの聞いたと思うけど、自分で仕事を引き受けておいてすっぽかしちゃったんだ。やりたい気持ちだけで結局他の人に迷惑かけて。島くんは自分が大変な時でもこうやって心配してくれてるのに、なんか私全然周りが見えてなかったなって。そこまで気にしなくても。本人的にはこんなことで泣くんだな。母数多けりゃ揉め事だって当然増えるし、今なんかマシな方でしょう。大丈夫なの？東京に来て官僚でないかな。私たちと同い年なんだよね。ヨハンだって一つしか年が違わない。
道を選びきるところまでは描きたくなかったんじゃないかな。そうかな。やってみる？え？僕が見つけた小さなバラ、君はけなげに嵐に耐える、この手つかんで小さなバラ。はい、ここでミリアも立ち上がる。あなたが積んだ私はバラ、なんとかうんうんかない。そんで段を上がって、あらなんか恥ずかし楽しいね。上手じゃん、みつみちゃん。くん、もう大丈夫になった。教室戻ろ。私はね、島くん、多少ド派手に転ぶことが多い人間だけど、その分起き上がるのもむちゃくちゃ得意なんだから。みつみちゃんはみつみちゃんだ。やっぱ脚本のことは付け焼き場じゃ分かんなかった。ああ、うん、でもこういう舞台装置使ったら結構時間短縮になるかなって。どれどれ使えるかな。しまくん、後半の合わせやるよ。はーい。おめでとう、しま。うわぁ、ようやくエミリアさんと同い年とは可愛いもんですな。そんな怒る？いや、なんとなく。 Okay, so in this episode that was so cute, you know, when Sima and Mitsumi singing together and Sima-kun trying to cheer up Mitsumi again and he really worried about Mitsumi. But I really hope that Emilia is Mitsumi. And that will be awesome. Okay, so thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit the subscribe button. Thumbs up. Have a great day. See you next time.